皆さんこんにちは、渡りぐるぐです。今回は、夢幻のごとく、続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変を生き抜いていたらという仮想のスーパーファミコンの RPG になります。第3章に突入しています。まずは京都に行こうというイベントです。早速、京の街に入りましょう。京の街は以前は入れなかったので、きちんと探索できるのは今回が初めてになりますね。なのでまずは今日の街の探索から始めていきまーす。昔大江山の京が、鬼が京へ降りてきて騒がせたことがありました。大阪に行った折占いでこう言われた。今また鬼の気が京に出てる。なんかこの鬼関係のイベントがありそうな感じですかね。山崎城の殿がお国を手に入れようとしているそうじゃ。あれはいい女ゆえの点点点点。秀吉ならば信長とは違い、公家を大切に扱うであろう。ん？そなたあの信長に似ておるの。点点点点。その目の前にいるのは信長本人ですからね。信長は公家を嫌っていたが、秀吉はそうでもなさそうじゃ。ほっほっほっほ。ま、信長が公家嫌いだったっていう説もあるようですけど、なんか最近の研究では決してね、その信長が公家や天皇を軽んじていたわけではない。そういう研究もあるそうですね。夢之助殿、何故今日に。今日に存続はおりませんぞ。これ孤独じゃないか。違う。無二歳だ。宮本殿、どうだ。共に加わらんか。修行中なればごめん。これは、無二歳ですね。孤独はどこに行ったんだろう。最近孤独を見ないな。孤独、最初のうちはね、仲間になってくれて、とても心強かったんですけど、最近は肝心の、これを見かけなくなりましたね。秀吉は大阪に居城を構えようとしています。織田家をまとめ天下統一へ向かう。その証にするつもりでしょう。大阪城ですね。お国さんの歌舞伎舞を見に行くところです。どっかで歌舞伎の舞があった。なんか上りが立ってるんで、そこにいそうですね。とりあえずパーティーを元に戻しましょう。乱丸は入れておきたいので、乱丸を入れておきましょう。入れ替え。乱丸。陰影弱いんで、眉先を入れておこう。で、隊列も組み直します。あ、やっぱり乱丸2列目に入れておきたいかな。では、これで、お国の舞をじゃあ見に行きましょうか。お国。お国か、懐かしいな、じゃあ。あのお国の娘であろうか、見てやるとするか。信長はまだ岐阜にいた頃、お国の母の前に、ほれ、城中へ呼んだことがあった。舞が、始まりましたね。出雲の鬼の舞でございました。お国。お、なんだ。なんか武装した兵がやってきましたね。お国、山崎の殿が舞を見たいと仰せである。ついて参れ。痛い、何をなされます。うるさい、殿がお呼びじゃ。山崎の殿って誰だろう。お国、お国さんが殿様の餌食になってしまう。お国さんを助けてください。キャー、山崎か、僕に待っておれよ。ということで、これ山崎に行くんだわ。山崎はね、まあ、いわゆるその山崎の戦いがあった後、誰が城主になってるんだろう。早速じゃあちょっと、その山崎に向かいましょう。
山崎城の城下にやってきました。早速じゃ あ城に乗り込みましょう。殿の振る舞いでは弱っておる。須藤様が何とかしてくださればいいんだが。なんかやっぱり女遊びがすごいみたいですね。何やつじゃ、さっさと立ち去れい。邪魔いたすな、奥にはどこじゃ。何やつじゃ、さっさと立ち去れい。クソだれや、どかんか。名古屋弁終わり弁が出ましたね。これで通しちゃうんだな。何やつじゃ。須藤か、新しい主人が苦労しておるのを。あ、まさか、大殿。どけい、奥へ参るぞ。はっ。須藤、伊勢の茎のもとへ行け、大きな夢が見れるわ。須藤、かつてない対戦じゃ。世界へ打って出るのじゃ。はっ。奥にを出せ、この虫キラどもめが。白物め、キルイ。なんかいきなり、なんか、江戸時代風な感じになりましたね。綺麗にと。助かりました。このまま外へ。奥に、後でお前の母についてゆっくりと聞かせてくれ。なんか戦闘なく奥にの救出ができましたね。奥にはかつて京で行方知れずとなった母を探しに、出雲の国から出てきたのだった。母と同じ歌舞伎舞の舞手として。母は私が幼い頃、行方知れずになったのです。私は母が大山の鬼にさらわれたという噂を頼りにいつも出てまいりました。噂が本当なのかすぐにでも大山に行って確かめたいのですが、私一人ではそれもできず。そうか、奥には行方知れずか。何か他に手がかりはないのか。母は出雲の神官の娘でした。ここに、攻撃でいいのかながあります。体力を回復する力を持っている。母も同じものを持っているはずでございます。人が多すぎます。誰かを外してください。ああ、仲間になるのか。じゃあ、眉先を外そう。で、代わりに、奥に入れます。わしはかつて、そちの母の舞を見た、良い舞だったわい。もったいない言葉。母が聞けばどんなに喜ぶことでしょう。これで奥にが仲間になりましたね。今日ではまたしても鬼が現れ人を襲っていた。でかいな鬼って。キャー。鬼は夜ごと娘を襲っていた。女ばっかり襲う。まあ、そういう鬼なんだな。大山の鬼が現れたとか、本当でしょうか。もし本当ならばどなたが退治してくださるのでしょう。近衛様は民の味方にはなってくださらぬでしょうし。鬼などわしには関係ないわ。たわけが。貴様、民の苦しみを知ろうとせんのか。公家の筆頭ならば我ら皆民と共にあることがわからんか。じゃが何と言われが我らではどうにもならぬ。そうじゃ。御用紙の安倍の末裔ならば鬼を退治する術を知っておるかもしれん。いおりはこのすぐ何とじゃ。じゃが今も隠蔽術は続いておるかどうか。おお。では、その安倍の末裔を探しに行きましょう。左って言ってたね。なんか宝箱が。南東って言ってたな。南東。来た！南東に向かいまーす。ん？こいつなんか特殊な画像になってる。お前が安倍の生命か。さようですが何か。近頃今日で鬼が暴れておるらしい。わしはこれから鬼退治に行く。首は嫌いじゃか。民は助けねばならぬ。貴様の手を稼い。私もじっとしておられませんでした。私が力になれますならば、鬼の洞窟は京の北にある。私の力がきっとお役に立つはずです。では、安倍の生命を仲間に入れて、鬼退治、いよいよ迎えましょう。鬼切り丸。誰か外すのか。乱丸を外すか。乱丸を外そう。しょうがない。では、ちょっと早速、安倍の生命の能力を確認しておきましょう。能力的にはちょっと心配だな。
まあでもそうは言っても、これで望まなければならないので向かいます。今日も北にある鬼の住む山に向かいましょう。では鬼の洞窟に到着しました。はい、行きましょう。お国と生命は少しレベル上げておきました。弱すぎたので、普通のその辺の雑魚キャラにも一撃でやられる始末だったので、レベルを少し上げたので、なんとかね、戦える戦力にはなったかなと思います。では、攻略していきまーす。阿部の生命がですね、結構育ってきまして、体力、まあ、いわゆるヒットポイントですね。これに関してはですね、まあ、あんまり伸びがないんですけども、攻撃力と、あと記録ですね。これがかなり充実してきて、戦力としてだいぶ成り立ってきました。なんか、お国らしきやつがいるな。ちょっとあそこに向かいましょう。この壁の向こうから鬼の気が流れてきています。この壁を破らねばなりません。鬼は攻撃を嫌います。おお、ここで、このアイテムが。使われるんですね。そしてボス戦の感じがするので、体力を整えてボス戦に備えましょう。お母さん、待ちなさい。陰の気が体から溢れておる。まさか母が鬼、鬼があなたの心を移したのです。お母さんはもうぐえー、食ろうてやるわー。ボス戦になりますね。今までとボス戦の音楽が変わってる。いやー、ボス戦の音楽だ。さて、まずは、どうしよう、召喚しましょう。これで、どうしはいくら食らっても構わないので、OK かな。で、生命は一旦火炎を打ってみましょうか。どれくらい通るか。134。まあまあですね。お国に67強い。お国に64いきなりか。薬種で自分を回復しましょう。信長は、乱れ好きで、攻撃を当てていきます。163。言うほどだな。生命は、術を、打っていきます。お国よくかわした。あとは、この網とかが通じるか。お、捉えた。OK だ。動けるようになっちゃうからな。で、乱れ好き。なので、お国は、信長の回復役になりましょう。うん。生命は200ぐらいはコンスタントに当てられますね。記録眼を常に信長に使って、記録を高い状態で熟知します。お国が結構攻撃かわしてくれるの大きいな。これで、まあなんとか耐えていきましょうか。乱れ好きがね、決まるとそれなりにダメージ取るの。信長には3しか取らない。ふっふっふ。これだったら勝てる。干渉できる。では、このペースで倒していきます。倒しました。まあ、危なげなく倒せましたね。1650の経験値って高いな。鬼の倒れた後に鬼の肝があった。鬼の肝を手に入れた。天界よ、なぜ目覚めさせた。斧が魔力を誇るためか。恨めしいぞ天界。ここでも天界が暗躍してるんだな。信長の笑いが洞窟に響く。あ、ダンジョンは勝手に抜けるんだな。キャー、助かったのね。鬼がきっと倒されたんだよ。噂になっていた侍の方だわ。
本には召しましたからね。では退却しましょう。ここから退却できましたね。鬼の死によって洞窟は崩れ落ち、入り口も塞がれた。うん。では、酒井の早急のもとへ向かうということなので、酒井に向かいましょう。一方、秀吉は築城中の大阪城の大広間に大名を集めた。わしにふさわしい城を築き上げるぞ。まだまだじゃあ。かっこいる。石を切り出し、安土城に勝る城を築くのじゃ。ははー。大名たちは秀吉の命令に、礼服して答えた。この時はもう大名っていう読み方になってんのかな。では、堺に向かいましょう。堺の町に到着しました。では、今回少し短めですが、レベリングなのでだいぶ時間使ってしまったので、一旦今回ここまでにさせていただいて、次回ですね、堺の町にいる早急に会うところから、続きをプレイしていきたいと思います。